鳥居倉橋宗者は、大阪府と夜中市小本町に鎮座する神社。恋伝説が古くから知られており、別称を恋の宮とも言う。当神社は、古来より、東西倉橋宗の中央である小本に鎮座し、同省の総三土人で倉橋宗者または倉橋宗神前松原の社とも称する。当期神夜のおとき、須佐野の御が高間原より恋に乗り、 神前の水門を経て当初にご降臨なされたことにより、崇神天皇7年11月、倉橋ブレンの祖、井川が色が、命がいつい定めつったと伝えられている。倉橋層は生死にも明らかな地で、倉橋ブレンとその柿部民の住む土地であった。この省の区域は、稲川を境にして東西に分かれ、東、倉橋層が石レンジ、寺内、浜、長島、水戸や、野田。 牛立、小物へ、上津島、島田、今在家、姉妹島至留,留、小本、島高、以上十四家村と、西倉橋層が、高田、神崎、との内、水道、あの、富田、ぬかた、高畑、前方寺、崩海寺、以上十家村と、東西合わせて二十四家村からなっていた。また、当社は昔、神宮皇后が白木へご出発の時、神々を、 この看板に集めさちを、お祈りになったという霊言著しい古者である。各して、朝廷の御数計も、一方ならず、天文八年四月、五奈良天皇の直眼書と定められ、東、倉橋層を車両として加えられた。また、部門の数計も取り分けて深く、明徳二年七月、藤原秀康は金庫を寄進し、天正年間、 池田地区を守るは、着した門丸誕生のため、武運長久を祈り獅子頭を寄進した。獅子頭は、社宝となっている。なお、その他の社宝には、現那六年九月天下一長久作の心境がある。王子には、鮭が多く鮭町をなし、今も付近にその遺跡を損する。世の推移に従い七地の中には別の誇を、縦三度人として祀るところも出てきて、 加えて、戦国時代には、付近一帯に平乱が続き、社殿も次第に衰退し、天正7年の織田信長による荒木村重討伐の陛下により、社殿、宝物、古文書等、ほとんどを消失した。天正9年、仮殿にて心霊を鎮座し、慶長4年6月14日、社殿を再建したが、旧時のごとくに服することができず、 天正の頃まで七であった東長島も別に祠を建て、七は、小本、とのうち、高田、神崎の四家村となり、その後、また、高田、神崎、とのうちも一村限りの祠を建て、七は、今のごとくになった。1916年8月、上野島の倒壊によって、火災を起こし、本殿、廃殿が消失した。現在の社殿は、 その後1917年4月に再建されたもので、ある。かつては、五頭天皇社とも呼ばれ、神田浅香神社、理想春日神社と共に、豊島三大五図天皇と呼ばれていた。また、鎌倉時代、当地倉橋僧は、後鳥羽上皇の長期亀菊の所領地で、幕府治療との間で紛争を生じ、上級三年に起こった、上級の乱の発端の場所として知られている。 近年では、東神社の真摯が恋であることから、広島東洋カープのファンが、必勝祈願に訪れることがある。恋池その他、東神社には、恋伝説がある。当社伝記に、当期神代の昔、須佐能の御事が高間原から恋に乗り神崎の、水門を経て当地に来られたとありまた、里人伝説に昔行記菩薩がこの地に泊まりしより、 稲川に板橋をかけて村人の瓶に供しようとしたが流れが早くなかなか成功しなかったそこで当社の神に祈ったところどこからともなく数多くの鯉が集まり並んで魚橋を作ってくれたので無事佳境工事を終えることができた以後行基は村人に鯉を取ったり食べることを禁じたとあり村人は昔から鯉を宇治神のお使いであると言って食べず 得た恋はこの恋池に放し死んだ恋は、拝殿前の恋塚に埋めた。恋塚また、旧稲川を挟み向かい側にある春田寺も伝承が、ありとのうちの恋伝説が伝わる。天平年間、創業期様が諸国を巡釈され、春田寺に賛同するため対岸の小本まで来られた時、折り足く洪水のため旧稲川に架けられていた橋が、流されました。 すると川の向こうから鯉が群れをなして集まり、その銀輪で川の色が変わるほどでした。行貴様は鯉の背に乗って川を渡り、無事、春たちに賛同することができました。村人たちはこの光景に驚き、鯉をあがめ、それ以降、川の上下十八丁では鯉を食べたり、殺したりしなくなったということです。また、当神社で行われる秋の霊大祭では、 宇治こ中のハッピに恋が描かれたものが見られる。もともと、宇治こ地区であった、現在の天がさ市東部には、須佐野オノ村を主催神とする、須佐野オノ神社、須佐野オ神社が数社あり、各社で太古代の彫り物や、社殿内に奉納されている絵馬などに恋がいくつか見られ、かつて、宇治こ離れした西倉橋僧、現在の天がさ市東部でも、各地区で恋伝説は継承されている。 倉橋城の推定値は、日本城郭体系によると、旧稲川を東西に分立して、東倉橋城、倉橋創者付近とする説と、西倉橋城、春田寺付近とする説がある。倉橋城の文献上の所見は、文明2年であるが、倉橋城は、応任年間以前に、すでに存在していたらしく、平安時代、ただ源氏48取り出の一つと言われている。 応仁の乱の応仁2年に、西軍、山名総運法の大内正宏が、東軍、細川勝本側を倉橋に攻めている。ついで、倉橋城の名は、細川領劇などに見られ、さらに、信長後期でも、天正6年、織田信長による荒木村重討伐の折に、織田軍の池田勝三郎、勝九郎、幸い新父死が築かれた砦の一つに入ったとされる、記録があり、 倉橋城の名が確認されているが、倉橋僧者、春田寺ともに、倉橋城があったとされる意向はなく、推定値が城石として確定につながる資料も、極めて曖昧で少ない。出世亀菊天馬宮、恵比寿神社縁結びの木にの鳥居が立っていたとされる、橋の全周期大祭の布団大湖巡航うじこ地区の宮の町、中市町。 南の町、島の町の三代の布団太鼓が地区内を巡行、夜は山道を郵送に担ぎ練り、見合い入りする。境内は露天も出店し、普段は静かな住宅地に佇む神社だが、宵宮と本祭の夜は毎年、賑わいを見せている。少なくとも、約200年前から続く伝統がある祭りと思われ、中市町の太鼓代の太鼓の張り替えの際に、銅の中に、 共和年間の年号が確認され、文化年間の記録に太古代に関する記述があることから、18世紀後半から19世紀初め頃には太古代を出して、倉橋奏者の秋祭りを行っていたと考えられている。ありがとうございます。